かねてから僕はですね、反社会勢力とつながってるとか、外旋者をライバル企業に送ったと、もうずっとね、言われてきました。これはね、前も言ったように、ある製薬会社を乗っ取ろうとした社長が、弁護士に入れ知をされました。三崎雄太を反社会勢力だと認定させることができたら、その会社を乗っ取れるというね、株の譲渡が無効だとかいろんな仕組みがあって、乗っ取れるっていうことを計画したんですよ。その製薬会社の社長と、芸能事務所、当時その製薬会社と取引関係があった、あやさんとかそういうフィットネスモデルがね、いた、芸能事務所の YMN の前田っていう社長が、日刊現代と新潮社に、でっち上げの記事を書かしたんですよ。それが、噂になって、噂とか事実、根拠になって、反社だなんだとずっと言われてきました。めちゃくちゃ悪質なんですよ。本当に応援してくれてる皆さんや心配してくれてる人がいるんで、本当に申し訳ないなと思って、きちんと自分の口から説明したいなと思って配信してます。そのね、製薬会社を乗っ取ろうとした、越山浩二っていう社長です。もうこれ判決出てるんで言いますけど、越山浩二っていう社長と YMN の前田に関しては、越山に関しては10億円近い、損害賠償請求認められました、もう。そういう、他にも裁判いっぱいあるんで、あるんですけど、10億円近い請求認められました。YMN の前田も数千万以上の金額が認められました。はい。それはまた別の裁判です。で、これも含めて、実際何があったかっていうのを、製薬会社乗っ取り編ということで、もう事実に基づいて、事実ってなんだっていうことは判決なんですけど、判決に基づいて全部公開していきます、これから。僕の身に今まで何が起きてたか。ちなみにその越山浩二君、今代理戦争とかよくわかんないけど一生懸命頑張ってるみたいですけど、タイに逃亡しました。最近もタイに逃亡しております。そういうことなんで、いろんな動きこれからあると思うんですけど、きちんとね、やっと話せる時が来たなって感じなんですよね。裁判って長いんですよ。2年も3年も、今回のやつは2年半かかったのかな。これ一応見せますけど、判決で出て、ごめん、マンション名出ちゃった。隠してなかった。いいや。これ昔のマンションなんで、ラトゥール代官山の E701 に昔住んでたんですよ。はい。これ昔なんでね。週刊新潮に対して、220万円の支払いが命じられました。で、ここにある被告田口っていうね、田口っていうのが、越山とかその前田に言われて記事を書いた、張本人なんですよね。田口がでっち上げ記事を書いて、新潮社にも迷惑かけて、220万円の損害賠償命令を裁判所が認めたっていうことです。一応ここの判決文にも書いてあるんですけど、私は三崎雄太は反社会勢力とのつながりもないです。そして外旋者を送ったっていう事実もない。それも全部明記されてます。そうやっていろんなこと言われてきましたけども、それが真っ赤な嘘で、僕は無実でしたっていうことを伝えたいのと、応援してくれた皆さん、本当にありがとうございます。これは YouTuber皆さんも、そうです。例えば具体的にもう名前出しちゃうと、ヒカルさんとか、テンチムとか、いろんなね、朝倉みくるさんとか、僕とね、コラボしてくれた人って、今まで正直怖い部分があったと思うんですよ。もしかしたら僕は反社かもしれないと思いながら付き合ってくれた人もいたと思います。でも僕の人となりを信じてくれて、そうやって一緒にやってくれた、すべてのね、僕のチャンネルでコラボしてくれたすべての人たちに僕はまず感謝したいなと思ってますし、ようやくこれで、大手振って、そういうのは嘘ですよってことが、お墨付きですから。裁判所の判決も嘘だって言われたらもうどうしようもないです。そういうバカは相手にしなくていいんで、でもこれだけちゃんとしたものが得られたので、節目になったんじゃないかなと思います。はい。よかったですね、とりあえず。はい。新潮に関してちょっと裏話をすると、実は、新潮のその田口が、元暴力団に取材に行って、最後の最後にある証拠を出したんですよ。で、それがね、もうめちゃくちゃ悪質で、メディアって、こういう風に無理くり反社に仕立て上げるんだなっていうことがわかる、いい例だと思ってるんで、それは出すんですけど、その前に、僕ね、その製薬会社の、越山が製薬会社を乗っ取ってめちゃくちゃにした件で、新潮社の役員に相談に行ったことがあるんですよね。記事を書いてあげるから、お金を払えって言われたことあるんですよ。実は。で、僕、その当時の僕っていうのは、もう会社も取られて、もぬけの殻になって、すっからかんなって、もうどうしようってなってたんで、この悪事をより多くの人に広めたら止まるかもしれないと思って、その新潮社の役員にお金払ったんですよね。それ記録でも残ってます。記録でも残ってます。新潮の役員に僕はお金を払って、このでっち上げ記事を書かせた張本人の犯罪事実について、僕記事書いてもらったことあるんですよ。ただそれは新潮ではないです。新潮ではないところで書くって言って、まあ今あえては名前を言わないんですけど、違うメディアで記事になりました。これはでもやばいと思ってます。はい。これは本当にやばいことだと思います。僕は別に頼む側なんで別にいいんですよ。だって本当に事実こういうような悪いことをされたんで広めたいんで。うんで、どうしようもなかったんでやったんですけど、一応新潮社の役員の立場でありながら、そういうことをやったのは、非常に僕は悪質だと思っています。ただ、なんでその人の名前をここまで公開しなかったかっていうと、まあちょっと恩があって、実はこの新潮の記事、皆さん見たことないと思います。見たことないと思います。なんでかっていうと、まあ、紙面ではちょっと取り上げられたんですけど、ネット版が出た時に、その新潮の役員に電話して、これはさすがにおかしいんじゃないですかと。あなた事情知ってますよね。越山の嘘を記事にしたら問題ですから、消してくださいって電話をしたら、まあもちろんそのね、お金をもらって記事を書いた手前、事実を知ってたんで、その役員の方は。すぐにですね、ネットから掲載を下ろしてくれたんですよ。だから、新潮の記事って広まってないんですよ。日刊現代だけなんですよ。今もまだ、躍起になって残してるのって。そういう意味では僕、新潮は、まあ、誠意ある対応してくれたんで、いいかなと思ったんで、今までずっと現代に関して言及してました。新潮はちゃんと消したんですよね、事実として。でも、最後の最後で田口がね、その新潮の、まあ、この記事を、出ちゃう記事を書いた田口が、元暴力団員から取材をして、もうめちゃくちゃもう、こんな角度、もうこんな、もうすごい、斜めからよく来るなってぐらいの角度で、僕を反射認定させようとしたことに対して、正直ムカついてるんで、ちょっとこれも全部言おうかなと、迷ってます。考えてます。はい。まあ、でもすべて、そういうのも包括して、来月、この、でっち上げ記事に関して、そして製薬会社の乗っ取り事件に関して、その芸能事務所も含めても全部公開します。これ約束します。細かい部分、皆さんが疑問に思ってる部分、ネットの噂も含めて、そこで全部説明するんで、本当はね、それを今日、判決が出る、まあ、僕たち絶対勝てると思ってたんで、はい。だそもそも反社じゃねえしって話なんですけど、まあ、絶対勝てると思ってたんで、今日ね、本当は25日、この日にバンって出す予定だったんですよ。でも、残念ながら、この顔になってしまいまして、それができなくなってしまったんです。これ全部公開する予定なんで、顔が治ったら撮って、きちんと発表します。もうこれも通常動画でね、これ以上新潮がまたわけわかんないことやったら、もう言っちゃおうと思ってるんですけど、なんでちょっとごめんなさい。本当にこの顔がね、この顔で言っても説得力ないよねっていうことなんですし、僕にとっては結構大事なところなので、きちんと、ちゃんと説明したいんで、顔が治ってから、ちょっと時系列ずれちゃうと思います。申し訳ない。でもまあ来月中には出そうかなと思ってます。それまで待ってください。ということで、ネットで言われてるような、反社とのつながりはない、外線者も真っ赤な嘘、すべては、僕からお金を取るために、まあ、アスクレピオ製薬の越山浩二が、新潮社と、現代にでっち上げ記事を書かした。それが発端でしたってことだけ、伝えておきます。そして、越山と、まあ、そういう YMN の前田含めて、多額の損害賠償の責任を今、負ってます。それも判決出ました。まあ、出してもいいんですけど、まあ、ややこしくなるんで出してないんですけど、10億円近い判決が出ました。そして今、タイに逃亡しております。ということで、とりあえずね、本当に長かったです。2年半ずっとね、いろんなありもしないこと言われてきたんですけど、これで一つ、証明できたと思ってるんで、よかったなと思います。はい、ありがとうございます。皆さん、本当にね、応援してくれて、信じてくれた皆さん、本当にありがとうございます。はい。